皆さん、こんにちは。シンクです。えー、だいぶ間が空いてしまったんですけど、初めての始め方、私のセブンルールということで、えー、その4を紹介したいと思います。まあ、ちょっと、結構時間空いちゃったので、その1とか、 その2とかの3 <laughs> は別の動画で見ていただければと思います。えー、その4なんですけど、あのー、ただひたすら記録するでございます。まあ、そうですね。初めての ことを挑戦するときに、例えば英語を喋れるようになりたいとか、えあ、ー、ドラムを、この曲を叩けるようになりたいとか、もっと上手くなりたいとか、まあ何かしら、こう、日々、練習なり、勉強なりをしないと、まあ初めて、 やることを、こう、習得するっていうのは、まあ、多分難しいと思うので、何かしら、継続して、こう、努力する過程っていうのはあると思うんですけど、で私が心がけてるのは、まあ、そうですね。例えば、ドラムまあ、こちらの <laughs>、 今年の7月に初めて、まあ、ミュージシャンの方をバックにドラムの発表会的な、まあ、ライブに参加させてもらったんですけど、まあ、超難易度高い「座禅ボーイズ」の「本能寺」っていう曲を披露するにあたって、まあ、毎回、まあ、レッスンをね習っていて基本はあのライブというよりも レコーディング、まあ、先生に撮ってもらうのを発表会の場として、まあ、それまで私は自分で個人練習をしてアンプして本番に臨むっていうのをこうまあこう3年ぐらいやってきたんですけどでまあ例えば直近だと本能寺の曲は、まあ、譜面をもらってレッスンをしてから まあ自主練に入るじゃないですか。で、そうですね、トータル多分、まあ、ライブに向けては5、60回は練習したとしても、本当はその前にあのレコーディングをしてもらう予定だったんですけど、まあ、私が失敗したので <laughs>、そうですね、多分ト,トータル100回ぐらいは練習してるはずです。まあ、時間に換算すると、 どううなんだろう、まあ、1, 1回につき1時間の場合もあるし23時間練習してる場合もあるのであの曲を習得するためには多分まあ100回近くは練習したかもしれないんですけどでもそういうのも、まあ、YouTube でねアップショート動画としてアップする時も1回目練習1回目 2回目みたいな感じで記録に残しておくとで今あの9ミリ9ミリパラベラムバレットの曲を課題曲として練習していて12月のレッスンの時にはレコーディングをしてもらおうっていうのをまあ目標にまあちょっと望んでるんですけど9ミリの曲に関しては そうです、ね、12回10回ちょっと個人練習するだけでよしじゃあまあ次レコーディングしましょうかっていうふうに先生のゴーサインをもらえて結構そのライブを乗り越えたっていうのが私にとっては結構大きかったというかっていうのもあって、まあ、100回近く1曲にかける、まあ、練習かけてたのと。 曲の難易度は違うにしても、まあ、初めて譜面をもらってから、まあ、8割方通せるようになった、なるまでに、12回とか10回ちょっとの練習で、まあ、できるようになったっていうのは、まあ、成長を感じられるかなと思って、えー、ま,まあ、そうだな、人間、成長を感じると、 よしもっとその記録を伸ばそうというか私だったら本当の目標は譜面をもらってその場でもさらっと叩けるようになるのが目標なんですけど、まあ、まだまだ初心者なので <laughs> あのまあひとまずそうですね次のレッスンまでに自主練で、まあ、8割方 できるようになるようなまあ集中力と、まあ、回数をどれだけ短く集中して習得できるかっていうのはちょっと目標にしていましてなのでその、まあ、ダンスを習うにしてもなんか勉強するにしてもあのとりあえずスケジュール帳に書くでもいいですし まあ、SNS で発信していくでも、まあ、自分も見ている人もなんか成長したっていうふうに見てもらえるのでモチベーションの維持にもなっていいんじゃないかなと思ってます。